百貨店大手の高島屋がオンラインで販売したクリスマスケーキの一部が崩れた状態で購入者に届けられた問題で、同様のケースが25日も相次いだことが、同社への取材で分かった。高島屋によると、ケーキは事前に約2900個の注文を受け付け、22から25日に配送された。23日から、ケーキが崩れていた、との苦情が入り始め、 25日午後8時までに約900件に達した。ケーキは税込5400円。横浜市のフランス料理店、レサンスが監修し、埼玉県の菓子メーカー、ウィンズアークが製造、冷凍後、ヤマト運輸が配送した。24日夕に受け取ったという神奈川県横須賀市の男性、50は凍った状態で一部潰れていた。 冷凍前に原因があるのではないか、と話した。高島屋は原因を調査中で、購入者には返金などに応じる。レサンスのオーナーシェフ渡辺健前さん、60はお客様に喜んでもらうために作ったのに、期待を裏切り申し訳ない、と話した。